スティーブン・コバセビッチ。スティーブン・コバセビッチはアメリカ合衆国出身のイギリスのピアニスト。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。以前はスティーブン・ビショップ、もしくはビショップ・コバセビッチと名乗っていた。コバセビッチやコバチェビッチ、コバチェビッチとも表記される。父親はクロアチア人。母親はイタリア系アメリカ人ともクロアチア系アメリカ人とも言われる。 11歳の時サンフランシスコでデビュー。18歳でロンドンに渡り、マイナ・ヘスに入門。これ以降はイギリスに滞在している。ベートーベンやシューベルト、ブラームスのようなドイツロマン派音楽の解釈で知られているが、スラブ系、ハンガリー系の音楽にも親近感を表明しており、中でもショパンやラフマニノフ、プロコフィエフ、バルトークを得意としている。また、 ドビュッシーやストラビンスキー、ベルクなどの20世紀音楽もレパートリーとしており、リチャード・ロドニー・ベネットからは競争曲を検定されている。ソリストとしての活動のほか、競争曲や室内楽の演奏、録音でも評価が高い。1972年に初めて来日して以来頻繁に日本で演奏旅行を行っており、 とりわけ1990年代後半には、例年のように来日し、得意のベートーベニア・ブラームスを中心とするプログラムを、聴かせた。ピアノ演奏の他に指揮活動にも取り組んでいる。熱狂的なテニス愛好者としても有名。マルタ・アルゲリッチとの間に儲けた娘ステファニーは、写真家、ありがとうございます。